攻はもらうよ。僕のターン。永続魔法ミイラの呼び声発動。自分フィールドにモンスターがいないとき、1ターンに1度手札からアンデッド族モンスター1体を特殊召喚できる。疫病狼を特殊召喚。さらに手札から疫病狼を召喚。それぞれの疫病狼の効果発動。1ターンに1度このカードの攻撃力を倍にする。そしてこの効果を使用したターンの終了時、カードを破壊する。分かっているとは思うが、このターンバトルはない。しかも効果を使った2枚のカードはターン終了と同時に破壊される。僕はカードを1枚伏せてターンエンドだが、このタイミングで2体の疫病狼は破壊される。なぜあんな無意味なことを。そして速攻魔法死亡の包囲網発動。このターンにカードの効果で破壊された自分墓地にある攻撃力1000以下のアンデッド族同盟モンスター2体または3体をその効果を無効にして守備表示で特殊召喚する。来い2体の疫病狼よ。破壊した2体を呼び戻しやがった。さらにこの効果で特殊召喚したモンスター1体につき1枚ドローする。守備を固めつつ手札を増やしていくのが狙いか。手堅いデュエルだ。ホムラタケル、どう攻める？俺のターン、ドロー。俺は魔法カードマジェスティ・オブ・ファイヤー発動。自分フィールドにモンスターがいないとき、手札からレベル5以上の炎属性モンスター1体を特殊召喚する。俺はフェニックス・ギア・フリードを特殊召喚。早くも攻撃力2800のモンスター。ふーん、やるね。装備魔法フェニックス・ギア・ブレードをフェニックス・ギア・フリードに装備。このカードは装備モンスターの攻撃力を300アップする。さらに俺はバルキリー・ナイトを召喚。このカードがフィールドにいるとき、相手はバルキリーナイト以外の戦士族モンスターを攻撃できない。揃えたね。無造無造をバトルだ。バルキリーナイトで疫病狼を攻撃。この僕の先制攻撃とは生意気にも程がある。